無所属加藤健一郎71歳筑波大駒場校東光大理学部浜松医大医学部エール大大学院修士修了日赤医療センター内科などに医師として勤務では続いて無所属加藤健一郎さんの政見放送です 私はこの度千葉県知事選挙に立候補いたしました加藤健一郎というものですこののんびりした千葉県にも世界の混乱が必死と迫りつつあります今から30年前ののどかな時代ではもはやなく今はまさに戦国乱世の入り口に来ていますいつアメリカと中国が戦争になってもおかしくない時代ですそうなれば日本も必ず戦争に巻き込まれてしまうでしょう 私はこんな危機の時代だからこそ千葉のバイデンを目指します。今は与野党対決よりも結束が大事です。若い2人の有力候補はまだまだ未熟であり、海外体験などをあと2年ぐらいしてきてもらいたいと思います。私が知事になれば、この2人を副知事にして4年の任期のうち、彼らに2年間海外留学や海外視察をしてきてもらいます。私自身は 知事になっても4年1期しかやりませんさてサイバー電磁波宇宙というのが現代の主要な戦争の手段となりつつありますところがこれらは千葉県民の日常さえも危険にさらす可能性がありますしかし警察だけではこれらの問題には全く対応ができませんだからこそ知事直属の危機管理センターを作る必要があります さらにこのセンターではそれ以外にも北総線運賃が高すぎるのではというような身近な問題も含めてあらゆる県民の困っている問題の解決策を考えていきます必要があればこのセンターから現地に調査チームを派遣してレポートを作らせますまた少子化対策としては20歳になったら希望者全員の生死と卵子を冷凍保存する体制を県として作ります そうしておけば、70歳になっても子供が作れます。さらに、高齢化対策として、県内のゴルフ場を借りて、老人介護施設と職業訓練大学校を隣り合わせに作ります。しかも、資格も取得できそこでは、若者は働きながら同時に学べて、しかも資格も取得できます。また、発達障害や精神障害のある方のために、農業公社を広々とした外房に作ります。さて、 これからは老人よりも若者の方が数が少なくなります若者こそ大切にされなければなりません私千葉のバイデン加藤は千葉県独自に若者の日を作りますところでサイバー電磁波宇宙の軍事技術を使った集団ストーカー事件が世界中で起きてきていますそこで千葉県では集団ストーカー防止条例を全国に先駆けて作ります 一部のカルト教団や労働組合に支配された千葉県にしてはしてしまってはなりません。もしそうなってしまってはもはや安,全安,全安心安全でおもろい千葉県にはなりません。さて私の好きな言葉はたくさんありますが例えば「情けは人のためならず自分がされたくないことは他人にするな」「どんな人にも必ずいいところがある」「ただほど高いものはない」「勇気を失うと全てを失ってしまう」 みそだるとくそだるの敷居を外すと全部くそだるになる人間の人体の構造を真似て国土を建設せよですところで私の現在の夢は千葉県知事に当選して小池百合子氏と結婚することです彼女を落選するようなダメな情けない男は相手にしてくれません私千葉のバイデン加藤健一郎が知,知事になれますように ついでに私事で恐縮ですが小池氏とめでたく結婚できるよう千葉県民の皆様の温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。知事になりさえすれば一都三県の首都圏知事会議の折に小,池氏に小池氏にこそ近づいてこそっとプロポーズを仕掛けようと考えております。どうか安心安全でおもろい千葉を私に作らせてください。ついでに私が 小池百合子氏とめでたく結婚できるように、応援よろしくお願いします。お願いします。以上です。無所属。加藤健一郎さんの政見放送でした。